こんにちは、ホタルアミキッズです。まず見ていただきたいんですが、よいしょ、こちら今回ダイソーさんで購入した2023年の秋冬ケイトの新色になります。本来の目的はこのポストカード、これを買いに行こうと思ってダイソーさんに行ったんですけど、そしたら他にも秋冬ケイトの新作新色がいっぱい出てたので、ついついカゴにポン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 って入れてたらこんなに大量になってしまいました。こんなにたくさんのケイトを買ったのは初めてで、レシート見てびっくりでした。全部で122玉買ってました。買い物袋1点が入ってるので、ここ123点になってるんですけど、ケイトだけで122玉購入してました。1回のお会計で1万を超えるのが初めてで、すごく私自身もびっくりしました。でダイソーさんにある一番大きい袋、これに入れて持って帰ってきたんですが、もうゴミ袋ぐらいの大きさの袋にいっぱい入ってます。よいしょ。全部で122玉入ってました。ピンクとか黄色とか私好みの色もたくさんあって、めっちゃ興奮して買っちゃいました。今回出たダイソーさんの秋冬ケイト新作新色をパート1、2、3と3回に分けてご紹介してきました。今回はこちらザザザーっと種類とカラーだけ一つの動画にまとめてお伝えしていこうかなと思います。まずはメランジトリコ7色になります。で今回のイメージとしては色が入ったケイトが結構多いなっていう感じでした。ベーシックな白とかベージュとかっていう感じの色がなくって、こちらの7色が出てました。で私が行った2店舗のお店なんですけども、1店舗はこのメランジトリコがまだなくって、前の春夏で出てた6色のケイトがありました。でもう1店舗の方はこの新色プラス春夏に出てた6色も出てたので、今回のこの新しいカラーと、まあ、ベージュとかホワイトとか使って組み合わせても楽しく編めるんじゃないかなって思います。簡単にカラーだけご紹介していきます。 MT7 のチャコールグレー、こちらの色と MT8 ヒースグレーです。 MT9 エメラルド、こちらのカラーと MT10 のピンクです。 MT11 オリーブ、 MT12 のモードパープル、MT13 のクリアブルー、この7色が新色になってます。次こちらです。デフィーノクロシェ3色出てました。ペールベージュとプラムとスモーキーブラックの3色です。次はポストカード5色です。こちらがカッパドキアの気球レッドです。モロッコの小道ピンクです。アムステルダムの運河ネイビーブルーです。雨上がりのコロンビアミックスカラーです。フランス冬の休日グレーです。ジャンコードとか試し編みしたものはパート1、2、3の方で詳しくご紹介しているので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。次はソフトミックス6色です。
この3色は去年もあったカラーになります。 SM1 ホワイト、 SM2 グレー。これは去年購入したものなので内容量がちょっと違ってます。 SM8 グリーンです。こちらが新色の3色です。 SM10 ダスティーピンク、 SM11 ライラック、 SM12 クリームイエローです。次こちらがウールヤーン新作ケイトになります。グレーとホワイトとブラウンとボルドー、ネイビー、マスタードの6種類です。次はミストヤーン4色です。コパーブラウン、グレイッシュムーン、こちらがローズマゼンダ、最後がラピスブルーというカラーになってました。こちらも新色が出てました。シフォンムースです。モーブというカラーとショコラというカラー、こちら2色がありました。あとこちらグリッターベールもありました。こちらの動画はパート1、2、3とはまた別でご紹介してるんですけど、今回一緒にカラーだけご紹介していきます。グリッターベールのボギーベージュです。ローズダストです。スモークグレー、3色がありました。今回も2023年秋冬ケイト新作新色がたくさん出てました。多分これはまだほんの一部で、また違う種類のケイトとかもどんどん出てくるとは思うんですが、またこういうのを使っていろいろ編んでいきたいと思います。でパート1、2、3と詳しくご紹介してます。試し編みした動画とかもあるので、よかったらそちらもご参考にしていただけたら嬉しいです。お店によってはまだ入荷してないっていうお店があったり、あとスペースの問題もあるので、ある種類とない種類とあったりすると思うんですけど、また順番に入荷してくるとは思いますし、ネットスターの方でも出てくると思うので、そちらでチェックしていただけたらなと思います。今回も最後までご覧くださりありがとうございます。